前回の犯罪についての作品はとても独創的で、パーロック出版はかなりの額をくれた。次なる事件はそれを上回りそうだ。不可解だね。鍵がかかっていたのにどうやって出入りしたんだろう。私はただの家政婦です。でもミスターカシャンは大切な友人でした。毎朝コーヒーを届けてます。今日は鍵がかかっていました。夫は管理人で一緒に下の階に住んでいます。アパートの鍵は全て持っているので、ノックした後心配になって入ったらこんな姿になっていたんです。明かりが壊れていました。夫はろうそくを無駄にしないように早く寝ました。あら、これは聞いてなかったわ。ミスターカシャンは高名な音楽評論家でした。とても教養のある方です。これに関してもっと質問しなくちゃ。なく死んだな。彼は隣に住んでいて、よく酔っ払っては大声で歌いながらコンサートから帰ってきたよ。妻は相当イライラしていた。カシャンは女を見る目があったよな。正直少し羨ましかったよ。ワインセラーであれこれ実験してたよ。アマチュア科学者なんだ。ヘンマンがワインセラーに実験設備を置かせてくれてな。ミスターカシャンが死んだ？昨日見たばかりよ。健康そうだったし。そういえば管理人のマダムにご就寝だったわね。本当に呆れるわ。ほとんど毎日会っていたはずよ。昨夜はあの椅子で編み物をしていたの。具合が悪くなったから窓を開けてたんだけど何も聞こえなかったわ。戻ってこれについて聞くべきね。昨日明かりがつかなくなった時、ミスターゴールデンがみんなにろうそくを配ったの。本当にいい人よ。あら、これは聞いてなかったわ。ミスターゴールデンのものだ。すごくいい人だよ。妻と店番に出ている日中の間はうちの部屋を使ってもらってるんだ。
明るい場所でリハをするのが好きらしくてね。私も彼も遅くまで仕事をします。ここ2年暮らしてますが、彼に会ったのはほんの数回です。仕事のない演奏家のための事前公演を行っていました。何十人も証言してくれますよ。あら、これは聞いてなかったわ。個人的なリサイタルを行うとき、ムード作りに使います。あら、これは聞いてなかったわ。これに関してもっと質問しなくちゃ。ミスターカシャンが死んだ？そんな。静かな生活をされていました。夜はコンサートに出かけ、それ以外は部屋にこもって執筆です。孤独な方だったんでしょう。妻は同情してできる限りお手伝いしていました。建物の運営と維持を任されています。だから汚れることもありますよ。今は地下で作業を。容疑者をもう一度尋問すべきね。昨日の朝、ミスターゴールデンの譜面台を直した後、しまい忘れてそこに。彼が返しに来ましたよ。昨日ガスが出なくなりました。そういうものを自分で直せる知識はありません。明日人が来る予定です。あれには十分気をつけてくれよ。熱を加えると危険なんだ。
彼は楽団を丸ごとダメにした。全員が仕事にあぶれたんだぞ。才能も想像力もない悪意に満ちた老人め。どうも見かけ以上の謎があった気がするな。調べてくるよ。留置場に連れて行け。